始まりました流熱ゲーム TV。 ゲーム大好き沼尻です。 e スポーツプレイヤーのケータです。今日は鉄拳7をやっていきます。はい、鉄拳7といえば 3D 格闘ゲームの中でも代表といえるゲームですね。そうですよね。それでは今日のプレイヤーを紹介します。はい、沖縄で YouTuber やってる竹地です。居酒屋の経営もやってます。よろしくお願いします。はい、竹地さんは県内大会でも優勝経験のある実力者です。はい、そして対するは、はい、ザ・ウェーブ・ゲーミング所属カラオケ店マネージャーもやってますグレコです。よろしくお願いします。はい、グレコ選手は県内最強の鉄拳プレイヤーで、今年開かれたエボ2020でも900名中33位タイの成績を残している選手です。はい、ということで、まあ、居酒屋とカラオケ店ということでね、コロナ禍で厳しいところもあるかと思いますが、ここは熱い戦い見せてもらいましょう。それでは準備お願いします。さあ、鉄拳7勝利するのはどちらでしょうか。バトルスタートです。ラウンド1。さあ、戦いが始まりました。はい、左の竹石さんの使っているフェンというキャラは万能キャラで、どの距離でも戦えます。対する右のグレコさんの使っているギースというキャラクター、あの SNK という、から、ガロー伝説というゲームからゲスト参戦しているキャラクターとなっています。ギースは右下のゲージを使って強力なコンボを叩き込むことが可能です。はい、竹石さんがリード。取っていたのはタケシーさんです。第2ラウンドはタケシー選手が勝利して第3ラウンドです。さあ、2本取っていった。リーチをかけたのはタケシー選手。ここからグレコさん頑張ってほしいですね。はい、さあ、ここは頭から攻めていく。壁際に攻めていくが、壁を使ったコンボも非常に強力です。うまく防御して、そして竹地さんがレイジ状態。はい、一発がでかいですよ。レイジシステムは一覧。おーっと、これはここでマジか、逆転し返した。3つ連続で取っていった。さあ、3つ連続でした。竹地選手いかがですか。やっぱりですね、あのグレコさんはですね、あの地元のゲーセンで、ね、めちゃめちゃ強い先輩だったんですよ。で、今日ね、この場で肩を並べて戦えることが、あのめちゃくちゃ良かったですね。本当にもう、なんていうんですか、もう勝てて嬉しいです。思いのほかちょっと武志くんがすごい動けてたので、まあ楽しくできたんじゃないかなとは思ってます。ケイタさん、いかがでしたか。いやー、てっきりグレコさんがもっと、なんだろう、グレコさんが結構勝つのかなと予想したんですけど、はい、予想に反してすごい武志さんの爆発力がすごくて、終わってしまったって感じですね。そうでしたね。ということで、勝ったのは竹石選手でした。また来週お楽しみに。熱くなろう流熱ゲーム TV。